ディズニーランドを飲み込むほどの紅潮、シロナガスクジラ20匹分のエンジン、超長い電車、地球上にはたくさんのどでかいものが存在するんですよ。そんな巨大なものをいろいろ紹介していきます。人間に飼育された中で世界最大のワニはロロンという名前、約6メートルでギネス記録に認定されています。ロンドンのバスとほぼ同じ大きさ、またはイルカ約3匹分、またはキリン1頭と同じ長さでした。シンフォニー・オブ・ザ・シーズは地球上で最も大きなクルーズ船です。 8.5 体の自由の女神、ブルックリン橋 15.5 個、20.5 個のエッフェル塔を運ぶことが可能です。さらに船の長さはシロナガスクジラ20匹分です。翼幅で最も大きな飛行機はストラトローン1です。宇宙ロケットのための空飛ぶ発射台としてデザインされました。この機体はサッカー場よりも広く、その翼幅はボーイング747の2倍、さらに47匹のホッキョクグマを並べた長さです。世界最大のダンプカーはベラツ75710で、ベラルーシで生産されています。この巨大な車体は鉱山で活動中です。このトラックはいとも簡単に4つ以上のスペースシャトル、55匹の象、150匹のカバを運ぶことが可能。さらにこれは2階建ての家よりも高い作りです。世界最大の現存のサメはジンベエザメ。動きが遅く、ろ過接触のこの巨大な生き物は大人10人分、反動ウイルカ4匹分、猫36匹分に成長します。世界最長の旅客列車といえばガンです。オーストラリアのアデレードからダーウィンまでの移動をお手伝いします。この電車は44つの車両からなり、212匹の大人のワニ、またはエンパイアステートビル3棟分です。ゴライアスオオツノハナムグリは地球で最も大きな昆虫と称されます。その長さは20匹のクロアリよりも長く、ハツカネズミと同じくらいの大きさです。さらにゴルフボールの2倍の重さで、炭酸電池の4倍の重さがあります。捕獲された最も長いヘビはメドゥーサと呼ばれています。このヘビは成長すると長さが7メートルほどに及びます。自転車4台分、巨大ミミズ25匹分、チワワ31匹分です。2014年から地球上で最も大きな観覧車の栄光を保持しているのはラスベガスのハイローラーです。観覧車の高さは168メートル、これはニューヨークのクライスラービルの2分の1の大きさです。32匹のキリンと同じ高さ、あるいはおよそ100人の大人のピラミッドの高さです。ハイローラーは世界第2位の高さを誇るシンガポールフライヤーより3メートル高く、ロンドンアイと比べると33メートル高いんですよ。地球上で最も大きな雪玉はアメリカで製作されました。その直径は3メートル以上、これは馬2匹分、パンダ3匹分、あるいは 1.5 台分のオートバイに相当します。世界で最も大きなクレーンにはそれらしい名前がついています。ビッグカールです。ゴールデンゲートブリッジよりも大きいこのクレーンはシロナガスクジラ30匹、スペースシャトル40台、大人の象450頭を一度に持ち上げることができます。世界最大の動画画面は中国の遠遊時代広場にある蘇州スカイスクリーンです。これはマンハッタンの1区画の2倍分の大きさにあたります。つまりサッカー場3つ、ホッケーリンク 10.5 個が収まってしまう広さです。最大かつ最重のハンマーは MHU3500S、 水圧回転ハンマーです。クロサイを14匹重ねるか、23匹のガラパゴスゾウガメの塔を作るとどれだけ大きいか分かりますよ。世界最大の飛行船はエアランダー10。この翼のない巨大な飛行機は空中に5日間とどまることが可能です。5台の車、17匹の灰色グマ、20台のグランドピアノを持ち上げることができます。
この飛行船は自由の女神やビッグベンとおよそ同じ高さです。さらにサッカー場と同じ長さですよ。正味の大きさで世界最大のビルはボーイングエバレット工場です。飛行機はたくさんのスペースを取りますよね。この工場はディズニーランドがすっぽり収まってしまう大きさです。さらにガザの大ピラミッドの 5.5 倍、あるいはオリンピック用プール5500個が収まってしまう大きさです。葉、根、茎を入れないとしたら、最も大きな花は東南アジアに生息するラフレシアです。この記録破りの花は、中サイズの大人の狐をすっぽりカバーしてしまいます。花の直径は、小さなピグミーウサギ5匹分、大きなドブネズミ4匹分に相当します。また、重さは猫2匹、レンガ4個分です。最大のエンジンの重さは2300トン。13.5 階建ての家、あるいは20頭のシロナガスクジラ分の重さです。このようなエンジンは、巨大な貨物船の動力として使われます。知られている限り地球上最大の木は、ジェネラルシャーマンとして知られるセコイアの木です。この木分の体積を埋めようとしたら、150台分のミキサートラックが必要になります。また、ジャグジー2000個分です。今まで作られた中で最も大きなペーパークリップの重さは544キロです。ギネス記録に載ったのも裏付けますね。キリン2匹分、あるいはボーリングレーン半分、小さい車の2倍分の長さです。最も大きな波は、地滑りを伴う地震の後にアラスカで記録されました。巨大な波が岸に着いた際、518メートルにわたって木がマッチのようにポキッと折れてしまったほどです。この波は30メートルに及び、8階建てのビル、20匹のヒグマを重ねた高さに相当します。木になる最も大きな果実といえばパラミツ。その中でも大きなものは、通常サイズのリンゴ550個分、中サイズのスイカ6個分、バナナ460個分に及びます。タム山塊は世界最大の火山です。メキシコ湾ほどの大きさのタム山塊は、太陽系の中で最も驚きの火山でもあります。高さがあるわけではないですが、その体積はグランドキャニオン600個分、シドニー港450万個分です。ビンガムコッパーマインは世界最大で最も深い人工の穴。これはユタ州のソルトレイクシティ近くに100年前に作られた銅鉱山で、ロサンゼルス国際空港の半分、ニューヨークのセントラルパークの 2.5 倍、モナコの4倍の大きさがあります。地球上で最大のクレーターといえば、南アフリカのプレデフォールトクレーターです。このクレーターが形成された際は、298キロにわたって広がっていました。海底の最も深い地点であるチャレンジャーディープの27倍の深さで、この距離はエベレストの高さの33倍の距離でもあります。宇宙で最大の人工物は国際宇宙ステーションです。スペースシャトル5台分の重さがあり、広さはサッカー場に相当します。また、車220台分、クルーズ船の怒り40個分の重さです。地球上で最も大きな洞窟はベトナムのソンドン道で、中にはジャングル、川、多数の水中トンネルなどがあります。この体積はギザの大ピラミッド400個分、あるいはオリンピック用スイミングプール40万個分です。世界最大かつ最も深い鉄道トンネルはゴッタルドベーストンネルです。1万1000個の中サイズのピックアップトラック、4700台のロンドンバス、6000台以上のリムジンバスが収まってしまいます。世界最大の空飛ぶ鳥は白アホウドリです。人生の 85% をニュージーランドのそばの海で飛んで過ごします。翼幅3メートルの白アホウドリは最大のカモメ、オオカモメの2倍の大きさです。この鳥が羽を広げると、その長さは平均的な車と同じくらいの長さです。世界最大のヘリコプターは MI-26、ヘイローとしても知られています。
こちらの輸送ヘリコプターの重さはクロサイ12頭分、カバ7頭分、牛40頭以上分です。さらにアフリカゾウ3頭、キリン9頭、中サイズの車11台を持ち上げることができます。世界最大の非雪氷砂漠はアフリカのサハラ砂漠です。このエリアはブラジルよりも大きく、カリフォルニアの20倍、グランドキャニオン国立公園の2000倍の広さがあります。これより大きくなることもあるんですかね。どうでしょう。今回の動画をお楽しみいただけたら、高評価、共有、コメント、さらにチャンネル登録もお願いします。ブライトサイトに仲間入りお待ちしています。